直線的な仕掛けで最後はシュートまで持っていきました。松岡から、さあここ中村に渡った、左チャンシュート、受けて中村、今右で作って枚数固まってます。左には奥井がいますが、さあ千代さんからワンタッチ、シュートが放った。打ってきた竹内、ボールを呼び込んでいたのは中村啓太、エリア内には2人の選手、そしてその中村が、中村啓太が絡んできます。入れ替わった中村、チャンス中でチアゴサンターナ引きつけるサポート、拾ってここからです。中村啓太、湘南はここまで2枚の交代カード。お、さあ中山、逆のサイドは奥井です。ここからチアゴサンタナが、イブスキがサンタナ落としてシュートだ。ああ高かったか。ただそのボールも拾って繋いでエルシーニョ、カウンターになりそうだ。さあすごい勢いでカルリーニュスがゴール前に入ってきています。こぼれ球、中村が一度フィールドの外へと出ます。前向けますね。許可が出て中村戻ってきたぞ。ちょうど戻ってきてファーストプレーでした中村。ごめん、プレーしましたね、ごめんなさいということで相手ボールにしました。そうですね。笑ってます。中山、中入れたボール浮いてファーに、さあ中村カットインからエウシーノだ。お、サンタナだ。鹿島戦はこのカルリーニョスのクロスから逆転ゴールが生まれています。中村、さあまだ打たない、下げてカルリーニョスだ。さあこのステップ中村中に入れてゴール。コーナーキック、片山、最後は自信持ってますか。ちょうどゴールキーパーディフェンスの間に狙いましたね。狙いましたけれども中村ボールですね。左コーナーは中村、さあのボール入ってきましたね。インスイングで一番外側、さあ中村です。左サイド外にはファンソックが開いている、いや中央で強引に行くか、中村だ。中村決めた、再び一歩前に出た清水。中村啓太は今シーズン初ゴールです。わしが蹴った、落としたボール、中村シュート、外で打ちましたけども、インコース飛ばしましたね。そしてこの間、中村啓太、